なぜ今回コンクール最後になったんでしょうか。まあ、津軽三味線 の, そのプロ奏者としての活動っていうものにもうより一層力を入れて、今後のコンサートであったり、まあ、ライブ、ですね、他のお仕事であったり、そういうものに重きを置いて頑張っていきたいなっていうのがあったので、コンクール用の準備期間っていうものをさらにこうより良い音楽にするためにこう努力する時間にしたいなという思いが強かったので、今回は最後にさせていただきました。歌付けの部と歌の部で2冠、はい、青森県民謡で準優勝、はい、昨日2冠取られたと思うんですけど、はい、取ると思いました？いや、全く取るとは思ってなかったですね。まあ、三味線はまだ可能性あるかなと思ってたんですけど、歌の方は完全に体調もあの体調だったので、正直取れるとは思ってませんでした。取った時どういう気持ちでした？マジかとしか思わなかったです。気をつけたこととか、はい、いろいろあるんですか？練習時間すごく取ったとか。練習時間は変わらないんですけど、ライブ用と大会用で完全にこう、なんて言うんでしょうね、同じジョンカラ節でも分けようとか、そういう風に工夫っていうのはするようにしました。大会では安定感を重視した、曲にしようっていう。で、また逆にライブっていうのはお客様を楽しませるためのフレーズであったり、リズムっていうのを変えようっていうのは、それ毎回コンクールに向けて気をつけていることかなと思います。これから三味線の部だと思うんですけど、はい、どんな気持ちですか？そうですね、いつもと変わらず、なんか楽しんでやろうかなっていうワクワク感の方が大きいかなと思います。優勝発表いたします。大賞の部優勝は183番中村浩輝さんです。おめでとうございます。おめでとうございました。昨日の歌の大会と今日の三味線の大会の最高部門でダブル優勝するっていうのが、ここに出始めた時からの目標だったので、4年か5年かかりましたけど、なんとか達成できてよかったです。